別府市立別府商業高等学校は、かつて、大分県別府市、野口県にあった、公立商業高等学校である。大分県唯一の市立高校であった。通称は、別称。大分県では、生徒数減少などを背景に、高校再編計画が進められてきたが、市立高校である別府商業高校はその対象には含まれていなかった。しかし、 単独校としての存続を危ぶんだ別府市が2008年7月に県立高校への移管を要望した結果同年8月27日に大分県教育委員会が決定した最終案では別府商業高校は県立高校に移管の上県立別府青山高校及び県立別府羽根室大高校と統合されることとなった新設校は 本校と隣接している別府青山高校のコーチ、すべてと東高のコーチの半分程度に設けられ、2015年4月に開校した。普通科4学級、商業科3学級、グローバルコミュニケーション科1学級の計3学科8学級が設置されている。名称は別府小青、別府総合、別府希望研究の3案の中から、大分県立、 別府省青高等学校が選ばれている。省青の省には羽室大の羽が含まれていて、読みは別府省業の省と同じであり、また青は青山の一字である。本校は在校生が卒業する2017年3月末をもって閉校した。ありがとうございます。